英 c スパルタプラハのユースチームで活躍、1999から00シーズンに16歳でトップチームへと昇格した。これはクラブ史上最年少記録である。翌シーズンには10試合の出場ながら5得点を挙げ、リーグ優勝に貢献、経験を積むため、翌シーズンからレンタル移籍するも復帰後に14得点を挙げ得点王となった。2005から06シーズンには、 トルコのスーパーリーグに挑戦するが、所属先のトラブゾンスポルでは、得点を決めることができず、シーズン後半は、ベシクタシュ JK、2006から07シーズンは、スパルタプラハとレンタル移籍したものの結果を残すことは、できなかった。2007から08シーズンに FK、テプリチェに3度目のレンタル移籍後、翌シーズンからの完全移籍が決定した。 2009から10シーズンは FK アウストリアウィーンでローン選手としてプレーここで21試合9得点という結果を残すと、シーズン終了後に2年契約を結び、完全移籍を果たした。2014から15シーズンは、チェコ一部の FK バウミとヤブロネツでプレー2015年以降は、オーストリアレギュナルリーガの SC、リッチングに所属している。 U-15 チェコ代表の1998年11月12日のベルギー戦でハットトリック2000年5月の U-16 欧州選手権では大会得点王になりチームの準優勝に貢献。2001フィファワールドユース選手権にも全、試合出場し決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦で決勝点を決めるなどチームのベスト8進出に貢献。 2002年の U-21 欧州選手権の優勝メンバーに名を連ねるなど各年代代表としてプレーをした。2004年11月17日のマケドニア戦でフル代表デビューをした。この項目は Wiki プロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。